それでは第1組目、1組目、はい、エントリー順番に呼んでいきたいと思います。エントリーナンバー1番、川端よしひろさんです。どうぞ。あれ、なんか見たことある。あれ、川端さん、あれ午前中もいらっしゃいますよね。あれ、午前中はですね、オレンジのコロッケプレゼンツでコロッケの早食い大会を行いまして、コロッケを60個、そして早食い大会用のコロッケを全てご提供いただいたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。水餃子の早食い大会にも参加していただくということで、じゃあよろしくお願いします。次は優勝を狙って頑張ってください。続いてエントリーナンバー2番、岡本修一さんです。そしてエントリーナンバー3番、加藤聡さんです。さあ、声援がすごいですね。皆さん、応援よろしくお願いいたします。続いてエントリーナンバー4番、松本慎之介さんです。さあ、最後にエントリーナンバー5番、はい、ラスカルさんでよろしいですかね。ラスカルさん、ラスカルがポーズしてるからですかね。そういうことか。なるほど、決めポーズも決めていただいて、最初はこの5名で戦っていただきます、はい、意気込みを聞いていきましょうか。そうですね、エントリーナンバー1番の川端さん、はい、オレンジのコロッケの川端さんからお願いします。コロッケ早食いの雪辱をここで晴らしたいと思います。お、はい、期待できますね。ぜひ頑張ってください。そしてエントリーナンバー2番、岡本修一さんです。昼のリベンジをまた打ちます。リベンジ、ぜひ優勝を狙ってください。そして3番、加藤聡さんです。やけどしないように頑張ろうと思います。本当に気をつけてくださいね。茹でたて、揚げたてなので本当に気をつけて食べてください。そして4番、松本修之介さんです。小野さんにだけは負けないように頑張りたいと思います。ライバル視されてますよ。ありがとうございます。ちなみに暑くなかったですか？暑かったです。ちょっとだけ、だいぶではなくちょっとだけ。じゃあ皆さんの気になるタイム、ここで発表させていただきます。はい、なんと4秒6。すごい、2組目からすごい記録出ましたね。これはハイレベルな戦いになりますので、それでは暫定1位の加藤さんには後ろの椅子に座っていただきます。はい、王者の椅子にですね、はい、第2組目の結果を待っていただきます。
ったので、はい、さあこの記録を超える方が出てくるのかどうなのか、ハイレベルな戦いになりそうですね。それでは第2組目の、あ、ちょっとシステムが変わりそうですね。なるほど、どうするんですか。システムが変わると大エントリー者の前にお皿だけ置いて、はい、もうその目の前です。なるほど、あの入れていくというシステムに変わりそうな気配がしますね。もうスタート前に継ぐってことは本当に入れたて熱々の状態のエントリーを皆さんは食べていただくという、さあこれで食べれるかみたいな感じですよね。言ったので、もっと熱くしてやろうみたいな。熱くしてますよ。スタッフが熱い。出た。出すか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 。じゃあそれでは2組目のエントリー者ご紹介していきます。はい、エントリーナンバー6番鴨川勝利くん、お願いします。14歳の男の子です。まあ、若さにね期待できますね。そうですね。あちらからお願いします。そしてエントリーナンバー7番森優太さん、どうぞ。はい、森優太さんです。ちょっとフレッシュな若い組になりそうですね。そうですね。そしてエントリーナンバー8番山本博之さんです。はい、山本さんですね。あら、おらんなコロッケの。そうなんですね。じゃあ次は水餃子の早食いということで、オレンジのコロッケ熱いですね。頑張ってください。はい、そしてエントリーナンバー9番小出正史さんです。もうなんか食べれそうですね。がっつりいきそうですね。そして最後エントリーナンバー10番、はい、ナイトスペースシーズン動画浜本和弘さんです。いらっしゃいますでしょうか。本当ですか。お、席から登場してきました。さあ浜本さん全員で5名揃いましたね。さてこのメンバーで戦っていただきますが、はい、なんと2組目からはこのスタートの時に水餃子が配られるというところ、はい、ことになりまして、じゃあ水餃子の、おお、すごい熱々ですね。湯気が出てる。これは意気込みも、そうですね、意気込みも熱い意気込み聞いてまいりましょうか。はい、それでは意気込みを6番の鴨川勝利君から。あ、頑張ります。頑張ってください。名前が勝利でついてますからね。ぜひ勝利を勝ち取っていただきたいです。そして7番森優太さんです。まあ頑張ります。頑張ってください。皆さんに期待しております。おどおどと。そして山本博之さんです。なんとかしてオレンジのコロッケで賞金取ります。期待してます。そして小出正史さんです。猫舌なんですけど頑張ります。そうか、本当にやけどの気をつけてくださいね。美味しく食べてください。そしてナイトスペースシーズンどうぞ山本さんです。頑張ります。はい、頑張ってください。お店の名前も出してますからね。ということで、はい、頑張っていただきたいと思います。それではエントリー者の前に餃子用意されますね。さっきよりも熱々ですよ。ね、湯気の出方が違う。はい、舌が上がりそうな。ね、猫舌の方もいるとおっしゃっていましたが、ぜひ皆さんに頑張ってほしいです。皆さん熱い応援よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは第2組目水餃子早食い大会用意スタート。終了。
です。いや本当に、ね、皆さんには野球だけには注意して、はい、いただきたいなと思います。今のところ暫定1位の、加藤さんですね。加藤さんは4秒というね、驚異的そうかな、もう破られることないんじゃないかっていうぐらいの驚異的な数字でタイム出してもらいましたけれども、残りはあと1組となりました。第1回目の豚まんの早食い大会では男性を差し押さえて女性が優勝したんですよね。すごいですよね。だから早食いで女性は優勝できるんですよ、うん、なんと最後の一組には女性、はい、今回初の女性一組に参加していただいております。女性の活躍にね、ぜひ期待したいと思います。女を舐めるなと女の底負けてないなとはい、頑張ってほしいです。それではエントリー者呼んでまいりましょう。はい、エントリーナンバー11番マスナガミホさん、女性の方です。マスナガお、バックパーで入ってしまいました女性のね、女の底力をお見せつけてやってください。はい、そしてエントリーナンバー12番岩間雅彦さんです。マスナガ人気者ですねそれで、そしてエントリーナンバー13番福島天聖くん、9歳の男の子です。お父さんがね、ということで急遽じゃあ福島、わかりました。じゃあお父さんの方がエントリーナンバー13番福島くんのお父さんが出るということで、そしてエントリーナンバー14番福島海星くんです。9歳の多分ね、食欲も旺盛だと思いますが、タイム期待できますね。そして最後15番小出和則さんです。どうぞ。さあ最後の3組目はこの5人で勝負していただきます。ちなみにあのお子様はハンデはつくんでしょうか。ハンデはお子様は4つ食べればなるほどいいということで、はい、一般の男性の方は5つ、はい、そして女性の方もこれはハンデなしだそうです。5つ食べていただいて、はい、口の中にない状態をスタッフに見せてくださいね、はい、食べ終わったら手を挙げてください。はい、そのままでお願いします。では意気込みをちょっと聞いていきたいと思います。では意気込みをお願いします。頑張ります。はい、頑張ってください。お気持ちで応援していきましょう。そして究極の猫舌でも頑張ります。大丈夫ですかね。やけどだけはしないでくださいね。本当に熱々の水餃子を食べていただくことになるので、ぜひ味わって食べていただきたいなと思います。お父さん引き込みますか。頑張ります。さあお父さんのそして9歳のカセル、できないけど頑張りたいと思います。ぜひね頑張ってほしい。そして最後15番これで、やけどしないように頑張ります。ぜひ美味しく、そして早く食べてください。暫定1位の加藤さんは4秒という結果を今持っております。はい、それを抜かせるか一瞬の戦いになりそうですね。そうですね、もう見逃せないですね。これで結果が決まりますので、そうです、ぜひ前の方に来ていただいて優勝皆さんで応援していただきたいと思います。それでは準備は整いましたでしょうか。エントリーの皆さんも大丈夫でしょうか。さあそれでは本日最後の早食い大会、3組目水餃子早食い大会、よーいスタート。味もそっけもなく飲み込んでしまわれたので、ここで
一番熱々のやつをもう一回食べていただきたいと思います。はい、もうね、味分からなかったでしょ。全然分からなかった。もう反省、前に来てください。もう第3組の時、後ろでニヤニヤして見てますよね。すごいよね。始まったと思ってステージの前に行ったらもう終わってましたからね。一瞬でしたね。どんだけ早かったんですか。本当瞬きしたら終わってました。そして皆さんの前で熱い顔を見せていただいて商品をお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは優勝者の加藤さとしさんにもう一度熱いプレゼントを食べていただくということで、優勝者の食べっぷりどうぞご覧ください。さあ、先ほどと一緒のようにリップですよ。一人ですか。本当ですね。リップタイムです。さあ、熱々の水餃子で5つお皿に継がれます。もう一度食べるためのちょっと意気込みをお聞きしてもよろしいでしょうか。今度は味わって食べたいと思います。ちょっと待ってください。さっきの記録を抜かないとダメですよ。何秒でしたっけ。4秒36ですね。これ4秒36で以上かかったらもうなしということ。しっかり味わっていただきたいと思います。いよいよ、おぉ、スープも入れてね。すごいすごい、熱々も、あ、よし、味わっていきましょう。今まで一番熱い。それではタイムを測る方、大丈夫でしょうか。優勝者、測りますよ。加藤さとしさん、一応4秒36で先ほどは食べきっています。続いての挑戦いかがでしょうか。それでは、よーい、スタート。すげえさあ、この方が優勝で大きいよ。チームすごいでございました。僕が悪かったです。ありがとうございました。すごい6秒すごいですよ。すげえ熱かったけど美味しかったです。ありがとう。にこやかですね。結構余裕な感じです。では優勝者の加藤さとしさんには、ラオリーさんよりラオリーグループ全店で使えるお食事券5000円分をプレゼントさせていただきます。ご協力のご提案をお願いいたします。いやね、皆さん、本当にこの企画今日朝決まったんですよ。みんなで、ね、楽しい企画をしたいって言ってラオリーさんがプレゼントをしてくれてこの企画できました。お昼はお家のコロッケさん。そうです。なんで明日もですね、またいろんなお店の美味しいものをこういう形でみんなと楽しめればなと思っておりますので、明日もぜひいらっしゃってください。お待ちしております。それでは商品の方も、はい、ご提携参ります。パン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 ありがとうございました。ありがとうございました。また明日も早食い大会行われるかもしれません。また見ているのでぜひぜひ明日もお越しください。これで早食い大会水餃子終了とさせていただきます。ありがとうございました。